Don't forget to subscribe! どうぞ、お手柔らかに。高村理VS高村理、いざ尋常に一本目、勝負。 勝者、高村理。理の仕事はここまでですね。それでは、さようなら。理は情報が得意ですので、あなたの弱点なんてお見通しです。